ントのプルゾン千恵美が19日、自身のインスタグラムを更新。オタク風ファッションに身を包んだ姿を披露し、ネット上で反響を呼んでいる。同日、プルゾンは、ポスタ、買いすぎとコメント。頭にバンダナを巻き、ボタンをきっちり締めたシャツをデニムにウエストインし、リュックとウエストポーチのダブルバッグスタイルを決めた、オタク風ファッションを披露した。リュックや左手に持つ紙袋からポスターが溢れており、推しのグッズを大量購入したような姿が見て取れる。さらにプルゾンは続けてインスタグラムを投稿。お目当てのポスターが描いた顔と先ほどよりもやや浮かれた様子の姿を公開した。これを見たファンからは、めっちゃ可愛い、ハート、やばい、大好き、ハート笑い笑い、こんなイケてるオタクは少ないです。普通にかっこいい、可愛すぎる、見た瞬間、衝撃受けたが、お似合いですなどと絶賛の声が寄せられたほか、誰かと思った、笑い。プルゾン千恵美さんですか？誰かわからない。と、普段のメイクも封印した変装姿にと、惑いを見せる声なども寄せられている。プルゾン千恵美、星野純子との最強親子ショットを公開。お笑いタレントのプルゾン千恵美が6月7日、ファッションデザイナー、星野純子との、なんとも、個性的な親子ショットを公開。そのスタイリッシュな姿に、ファンからは、かっこいい、という声が続出する。アベマタイムズ、プルゾン千恵美、明石家さんまとのカップル風ショット披露、お似合いの声。お笑いタレントのプルゾン千恵美が5月27日、番組で共演したお笑いタレント、明石家さんまとのラブラブにショットを公開。二人の姿を見たネット上のファンからは、その意外なナイスカップル感を喜ぶ声が。アベマタイムズエビマスペシャルチャンネル部、行のインターネットテレビは、アベマ TV、アベマ TV、アベマ TV のアビマスペシャルチャンネルで現在、放送中の番組が視聴できます。アベマ TV